気あらばれるよ気あらばれるよで作家としてデビューした後、ちょっと挨拶に立ち寄って、小説、みんな一人ぼっち、私を慰めてくれる学校はない、どうにか助かったという、ささやかな喜びなどを刊行。2007年には、マントバ文学フェスティバルで最優秀若手作家に選ばれる。生命保険の売買を行う、ライフセトルメントのブローカーの恋愛を描いた、小説、前日の小読みで、 フィエゾレアンダー40賞受賞。数学者たちのエピソードを挿入した自伝的小説、数学の人間的歴史など、数学をテーマとした作品も多い。また、バージニア・ウルフの翻訳でも知られる。作家としての活動だけでなく、ラジオやテレビ番組の制作や、複数の出版社での編集など、多方面で才能を発揮する。何にもレッティ監督、母よ。 ジャンニア・メリオ監督、ナポリの隣人といった映画作品のシナリオも執筆している。短編、あなたと私、一著の3時間は、アンソロジー、どこか安心できる場所で、新しいイタリアの文学に所集されている。ありがとうございます。